ビュルサの丘頂上ビュルサは、チュニジアのチュニス郊外にある古代カルタ語の城塞が築かれていた丘のこと、ビュルサの丘と表記されることもある。また、その丘の頂上部分にあった城塞のみを指す場合も、ある。ビュルサとは、フェニキア語で、城塞を意味する言葉から派生している。古代ローマの詩人ウェルゲリウスが記したところによれば、 カルタ語を建国した伝説上の女王ディードーの一行がこの地を訪れた時、地元のベルベル人の長は牛の皮一枚で終えるだけの土地しか与えないと言われた。ディードーは牛の皮を細長く裂いて、それでビュルサの丘を囲ってその土地を手に入れたという。また、ギリシャ語で牛の皮を意味するベータウプシロンドシグマアルファーが転じてフェニキア語のビアースサになったとも言われている。 古代カルタゴが繁栄し、丘のふもとの市街地とビュルサの丘の軍用地は一体となって発展したが、第三次ポエに戦争末期の紀元前146年に、スキピオア・アエミリアヌス率いる、共和制ローマ軍に敗れカルタゴは陥落し、ビュルサの施設も破壊された。現在ビュルサの丘には1875年設立の、 国立カルタゴ博物館と1884年創建の三類大聖堂が建てられている。ありがとうございます。